9人のレギュラーのうちの5人以上は絶対地元の選手を使うっていうのをなんか決めていただいて、高校野球やってる時は壊れてもいいと思ってやってるんですよね。100球超えると毛細血管の切り方が激しくなるので100球でやめてくださいって。江川卓の高され、高校野球に関して江川卓のこう考える。はい、高校野球ですね。例えば関西で育った子が東北で頑張ったりってことももちろん規定はしないんですけど、高校野球の原点はやっぱり地元だと思ってるので、僕の考え方はね。もう批判もいろいろ出るでしょう。ジャパンの時もありました。それはもう50結構です。私の考え方を述べるチャンネルなので勝手に述べさせていただくんですけど、9人のうち5人以上は絶対地元で作ってもらいたいっていうのはずっと思ってる思いです。あの地元の選手がやっぱり少ないと、なんか地元の人たちも応援はしてんだけど、なんか地元を応援してる感じにならないっていうことが起こってもいけないなと思うので、できれば9人のレギュラーのうちの5人以上は絶対地元の選手を使うっていうのをなんか決めていただいて、皆さんその地元のお盆とか正月と同じような感じで自分の生まれたところとか出身あるいは育ったところっていうことを応援していただくことが野球の底辺にまたつながっていくと思うので、いう機会がなかなかなかったので、この年になって初めてこういうことを言えるんですけど、なんとかそれが高野連ですかね、お願いできたらいいなと思いますね。でも地元の選手を集めてやっぱりっていうのは結構みんな思ってることだと。あ、そうですか。やっぱり僕も結構ずっと思ってたので、うちのチームってやっぱりで何々代表って言っていいのかなって。そうなんですよね。だからあのもちろん勝ちたいって勝負ですから勝った方がいいんですけど、高校野球をやったものとしてはそのやったということの夢を甲子園に、僕はまあラッキーに出れたんですけど、1回ずつ出れたんですけど、1回戦で負けるチームも絶対に甲子園目指してほしいんですよ。俺たち弱いからあそこに絶対無理じゃんと思っていても、思っていてもですよ、分かりますけどね、そのすごいところに勝てないっていうことはあるじゃないですか。無理だな、20点が取られるなと思っても、やっぱりやる前までは絶対に勝って甲子園に何かミラクル起こると思ってやってほしいんですよね。それで負けても3年間でもその一緒のチームでそこをやった、甲子園を目指してやったっていうことは非常に貴重なことだと思うので、それはぜひですね、そういうふうに思って絶対戦ってもらいたいですよ。最初から甲子園もなしみたいな、チームあるけど甲子園無理じゃんっていう、そんなことになったら甲子園の初出場ってないんですからね。初めて出てるところがあるわけですから、何チームかね。やっぱりどこのチームでもやっぱり甲子園目指してほしいですね。やっぱり甲子園の今のルールについてなんですけど、はい、1週間500球の球数制限とか、タイブレイク系とか、その辺どうか。まあ、500球は肩を痛めるっていうことがすごくあるので制限をするのは仕方がないとは思います。ただ僕たちの時代はそういうことはなかったし、変な感じになるかもしれないんですけど、高校野球やってる時は壊れてもいいと思ってやってるんですよね。経験上は甲子園に出れるなら肩壊してもいいと思って投げてるんですよね。でも今はやっぱり時代とともに変化があるので、500球の制限があった方が将来は続けられるというふうに考えても、それは間違ってはいないと思います。ただ野球のルールっていうのはタイブレイクもそうですけど、最初から同じではないので、野球が始まった時から野球のルールって変わってきてるので、それを考えた時に変化はあってもいいかなというふうに思います。だからタイブレイクはある意味で仕方がないかなっていうふうにも思いますね。ただドラマはね、18回やって再試合、僕たちの時代はその三沢と松山のその延長18回再試合っていうのはね、太田浩二さんに雇われて甲子園やろうと思いましたから、ああいうのももう一回見たいですけどね。あのマー君と斉藤佑樹さんも やりましたっけね。そういうのはやっぱりなかなかないじゃないですか。それやっぱり見てる人たちも注目してくれるじゃないですか、すごいことが起こるって。あれってなんかもう本当、僕もういつもなんか言うねって思う、野球の神様がいてなんかこう、そう決着つけんなって言ってる感じがするんですよね。だから2試合目ってみんなあんま覚えてないでしょ。僕もあんま覚えてないんだけどもう本当に覚えてないんですよ。あの延長18回だけが記憶残ってるんですね。それでいいんだと思うんですよね。若い時こんなことがあったよっていうのあっていいんじゃないかなと思ってはいますけど、やっぱりなかなか日程的にもそういうふうにして決着つけなきゃいけない時代になったんだなというふうに思いますね。
今日穏やかに話してますでしょ、はい、高校野球なんで心に誓って穏やかに話しようって出てきました、はい、今日は、はい、高校野球とは結構、まあ、連投とかが続いて、まあ、球数が増えて、はい、体に負担がすごい肩とか、もちろんプロ入ってからっていう話が結構、今あると思うんですけど、はい、これについて実際、まあ、江川さんの負担だけだと思うんですけど、はい、体の負担っていうのはやっぱ後々こう負担になってくるんですか？なると思います。人間の肩っていうのは、まあ、骨格が形成されて以来ボールを投げるようにできてないので、できてないんですよ。あ、知らないですか？前マンモス、あ、まあ、そんな話出した方がいいですか？これ見てないんですよ僕。あのマンモスとマンモスを取ってないので、多分何万年か前にあの槍を持って上からおー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 って言ったか知らないですよ。言葉がおー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 って投げてマンモスを上から仕留めてた人はみんな肩を壊してるはずなんですよ。調べた結果、骨格を調べると上から物をずっと投げてると肩壊すようになってるので、理想はアンダースローなんですよ。下からこう投げていくとこの肩の骨格っていうのはすり減らないっていうかスムーズなので、下から投げてるアンダースローのピッチャーいますよね。ああいう人たちが理想的なピッチャーとしてのあり方なんですよ、もともとは。マンモスとの下手ですよ。下からだとなかなかマンモスとかあのイノシシ取れないんで、だから下から投げてる人たちは昔は取れなかったんですけど、上から投げてる人がいっぱい取ったんですけど、肩は壊してるはずです。これはだからタイムマシンできたら見に行きたい。高校生からのも蓄積してる。そうですね、やっぱり肩壊す人が多いので、だからアメリカはボールの規制ができて100球で交代するっていうことが多分起きてきて、まあ、これはあの毛細血管の問題ですけど、僕が聞いた話では100球越すと8000箇所ずつ切れていくっていう話は聞いたことがあるんですけど、まあ、それを科学的にこう向こうの研究者が分析したら、100球超えると毛細血管の切り方が激しくなるので100球でやめてくださいって、やめた方がいいと。でみんな100球で大体7回6回でやめるようになって、中4日するとその充血が止まるので4日経ったら投げていいっていうことが結論付けられてきたんですよね。 4,50 年ぐらい前にそういう、それが多くなったのは 2,30 年前ですよね。でそれが日本に入ってきたということですけど、まあ、高校野球も連投しているともう肩張ったままですから、それはもう当然痛くなりますよね。松坂君も200何球投げたんでしょ、ここで聞いたらね、投げた。でもそうなんですけど投げてほしいんですよね。矛盾してるんだけど、その高校野球やってる時にはもう甲子園出たかったんで連投してもいいと思うんですよ。不思議な現象なんですけど、肩壊れてもいいと思って やってるものなんですよ。だからそういうとね、誤解を生むんですよね。今回だからいっぱい来ると思うんですよちょっと違うぞって今までなく来ると思いますけど、いやそれこっちが正しいわけじゃないですね。私が正しい意見を言ってるんではないんですよ。僕の考え方なので、プロに行ってからこう活躍したくてあんまり500球でやめたいっていうことがあるので、それを目指す人はそれを目指していただければいいと思うんです。そっちもダメだっていう話じゃないんでね。だから僕は高校の時はそういうのは考えたことがないので、球数制限しようとかって思わなかったので、いくら投げてもやめとけばよかったなとか投げなきゃよかったなと未だに思ったことはないですね。まあ、肩壊しましたけどね。これ意外なのかもしれませんね、またこの話がね。計算高いって言われてるから、まあ、自分から言うことはなかったのか言われてたので、なんかそういうことを計算しながら投げたんじゃないかなって思われてますから、でも本当にあのそういう意識で投げてましたね。でも今は球数制限あった方がいいかもね。時代が変わるといろんなことが変わっていくから、前が正しかったことが正しいっていうふうには限らないし、前ちょっと違うよって間違ったことが正しくなっていくことも世の中あるので、いろんなことが。だから今はやっぱり球数あんまり投げないでそうしていった方がいいのかなとは思いますね。時代とともに変わっていくんだと思いますね。多分今コロナ禍でなかなか試合ができなかったりとか、はい、練習ができなかったりする高校球場だと思うんですけど、うん、そのあたりこれがね一番大変だと思います。自分だったらどうだったんだろうと思うと、まあ、難しいんですよね。経験のないことなんでね。で一人出ちゃったらもう出れないわけですもんね。これはねもう本当にかわいそうっていうふうにしか見えないですね。システムは変えようがないですもんね。だからもうそういうことがなくて出てきてほしいなと思いますね。サッカーでもありましたもんね、試合に出れないってことはね。だからもうこれ決まったチームはぜひ全チームそういうことなしに出てほしいな、試合してほしいなって祈るだけですね本当にね。
高校球児って丸坊主が多いの、うん、坊主頭、はい、あの坊主頭っていうところに、はい、これはね、私が喋ると意外だって多分なると思いますね。なぜかというと、その話にちょこちょこなった時に意外だって言われることが多いので、高校野球は坊主でいいっていう派なんですよ、うん、はい、で、その高校野球坊主にしてるとサッカー部髪の毛伸ばしてるし、バスケット部も伸ばせるので、それも怪我の防止もありますよね。野球の場合はやっぱり今の若者、特に女の子にモテない可能性もあるしあるんですよ。で、僕は、まあ、自分のこと話すのが一番いいんですけど、僕は髪の毛で伸ばしたいと1年2年は思ったことないんですよ。で、3年生の夏終わった時から伸ばせるんですよ。で、それがものすごく嬉しくてね髪の毛伸ばせるって、ついに伸ばせるって、3年間やりきってその後に伸ばしていいわけですよ。で、それは、ね、すっごい楽しい思い出だったんですよね。3年終わ夏終わった時に伸ばせるっていう。で、1、2年はその余裕がなかったんです。もう練習とも、もう大変でね、こういうところで髪の毛気にしてませんって言われるんだけど、僕は1、2年の時はいいんじゃないかなっていう派なんですよね。でも反論もあると思いますね。今時そんなこと言ってんじゃないよっていう反論が、もうどんどんいただきたい反論を。僕はもうね、それは、汗すごいかくし、洗いやすいし、坊主の方がね、洗いやすいからそれの方がいいっていうんじゃなくて、僕はその高校野球に熱中してたので、その頃は1年生2年生の時は髪を伸ばそうと思ったことはないんですよね。だから、でも一個話すると意外ですね、天和さんの時伸ばしてもいいって言いそうな派だって言われるんですけど、そういうイメージありますか？あんまそこいいところにこだわらなくて、どっちでもいいっていう感じ。じゃあ絶対坊主はい、伸ばせるんですもん、3年生になったら。3年生になったら女の子にモテるようになるんだもん。1年生2年生の時はちょっといいかなって、もう絶対その方がモテますって。で、楽しいって、その時が来るのが夏が終わった時の、その爽やかさ、もう伸ばしていいっていう。そこまでは野球に熱中して、うん、昔ね、昔高校野球じゃないんですけど、ジャイアンツっていうのは髪伸ばしちゃいけなかったんですよ。これはね、長嶋茂雄さんが決めたんですよ。黒髪とかヒゲ禁止っていうのは、あ、もうそれはもう球団がダメなんですけど、ヒゲもダメなんですけど、髪を伸ばすっていうのを長嶋さんが禁止したんですよ、監督になって。全部僕らは短くしてワイパーかけてたんですよワイパーつくそこまでは OK だった。だけど伸ばしてた人いないんですよ、長嶋さんがダメだったので。だからそれは多分誰も話したことないと思いますけど長嶋さんがお決めになったので。だから現役の時は短かったんですよね。理由は何ですか？理由は聞いたことないんですよね。短くしろっていうだけなので、という指令が下ったので、はいっていうことで。全員短いですよ。だから当時の長嶋さんやってる時のね、伸ばしてる人はいませんでしたね。僕あんまり耳こうなんですけど、耳かかるの嫌いなんで、もともと伸ばすの好きじゃないってのあるんですよね。耳にこう髪の毛がかかるのもダメなんですよね。で、個人的な理由なんですけど、絶対坊主、絶対坊主絶対坊主、ね、高校終わったら皆さん教習所に行かれると思いますけど、教習所の先生の皆さんも本当にいつも若い人たちをこう免許をね取れるようにいろいろ教えていただいてますけれども、先生たちも一息ついたらですね、このチャンネルぜひパッと押していただいてですね、一旦止まれということで、一旦押していただいて、安全運転よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。